はい、どうも皆さんこんにちは、石山です。ということで今回は昨シーズン西地区1位の琉球ゴールデンキングスの今シーズンが一体どんなチームなのか、優勝できるのかについて話していこうと思います。それではまず新加入選手の振り返りから参りましょう。日本人選手の新加入は2選手となっていて、富山から赴任選手、そして新潟から今村選手と北陸チームからの補強となりました。琉球は昨シーズンウイングのポジションがオフェンス、ディフェンス両面においてウィークポイントとなっていたので、オフシーズンの動きとしてはチームの強みを残しつつのいい補強となりました。なんといっても驚きは今村選手の加入で、今村選手は新潟出身ということで、新潟でエースとしてチームを引っ張っていく選手になることが期待されていただけに、新潟ファンにとってはかなりの衝撃となりました。もちろん昨シーズンは層の薄かったウイングのポジションですが、今シーズンは田代選手が怪我から復帰し、十分な層があるので、まずはプレータイム争いからという挑戦の移籍となりました。そして新外国籍選手は基本的には2名。ドゥエイン・エヴァンス選手とキム・ティリ選手です。エヴァンス選手は2メーター1センチのスモールフォワードという登録ですが、プレー的にはパワーフォワード的側面の強い選手で、スリーポイントはあまり得意な選手ではないので、最近 B リーグで入りつつあるアウトサイドでの外国籍選手起用とはならなそうです。そして、元フランス代表であるキム・ティリ選手です。2メーター10センチとかなりの超人選手ですが、シュートタッチが柔らかくて、スリーポイントが打てる時代に沿ったストレッチ4の選手なので、クーリー選手の相性は抜群の選手といったところです。本来ならこの2選手で外国籍選手は終わりなんですが、今シーズンは特殊事例として、エヴァンス選手とキム・ティリ選手が加入するまでの契約ということで、昨シーズンも横浜に在籍していたウォッシュバーン選手が加入しています。あくまで他の外国籍選手が入国、プレーできるまでの短期契約ということなので、評価からは一旦外して考えていきたいと思います。さて、ここからは新たな選手を加えて、琉球がどのようなチームになるか考えていきます。このオフ、琉球は並里選手、岸本選手、クーリー選手、そして最高のバックアップ選手、石崎選手と中心選手を軒並み残した上で、昨シーズンの弱点であったウイングの選手、そして外国籍選手の補強を行いました。そのため大きな戦術の変更はなく、あくまで昨シーズンの戦い方をプラスで優秀な選手が増えたという形になると予想されます。ガードの選手がボールを持ってのクーリー選手のピックアンドロールが多くて、どうしても昨シーズンはそのプレーに対応され始めるとオフェンスが停滞する時間が多くなったので、そこで新加入の今村選手や赴任選手が新しいオプションを与えることでチームのオフェンスが改善されると思います。そして最後にちょっと不安なポイントを話していこうと思います。今シーズンの注目ポイントとしてまず挙げられるのが外国籍ポイントガードの起用です。もちろんどのように他のチームが起用するかはわからないんですが、間違いなくその対応に追われるであろうチームが琉球です。これは何も悲観的なだけの話ではなくて、岸本選手と並里選手という2人の優秀な選手がいるがゆえの悩みで、西地区だけでも滋賀、京都、大阪、三原と4チームもガードの外国籍選手がいるので、これらの選手をどうガードするかは当面の琉球の課題になると思います。そしてもう一つ、これが一番重要な気がするんですが、コーナー3を誰が打つのかという問題です。というのも琉球の得意なオフェンスといえば、並里選手とクーリー選手のピックアンドロールからの展開で、相手が対応し始めるとインサイドに厚くディフェンスをしてしまうので、なかなかうまく攻め込めないという状況になってしまいます。その時にコーナーで高確率でスリーポイントを決められる選手がいると、相手ディフェンスとしては広がらざるを得ない状況を作り出せるので、この役割を誰に任せるのかが問題です。我慢してどちらかというとボールを持って進化を発揮する今村選手に任せるのか、それともキム・ティリ選手にその役割を持たせるのか、どちらにしろ何かもったいない部分があると思うので、どうするのか、これが注目のポイントだと思います。牧選手のスリーポイントの確率が上がってくれば何の心配もないので、この話はなかったことにしてください。ということで今回は琉球のチーム分析をやってきました。石山的に琉球の補強はスマートな補強で応援できる補強だったと思うので、かなり好みです。はい、石山ながらバスケットボールチャンネル、普段はビリングについて解説、日本バスケについての動画などを上げております。今回の動画が参考になった、面白かったという方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。